自分の心のままで歩んでいこう、自分のパッションをフォローしてくださいというのはあまりピンとこないですね。レシピの皆さん、おはようございます。本日も紹介したいのは、どうやって自分のパッション、自分の why、 自分のどうしてそのやるのかってを見つけるということです。志もそうなんですけれども、みんなのご存知でしょう。僕は昔ながら対人恐怖症を抱いたり、それをなんと自殺未遂までに至ったということで、当初僕のコーチやってきてくれて、僕を自己啓発というのを世界に誘ってくれてからこそ、僕は対人恐怖症を脱出した。それを持って、僕は自分の使命にしたのは、同じくの700万人の対人恐怖症者を脱出するということです。もしあなたは現在対人恐怖症に悩んでいる方でしたら、最初こちらの動画をご覧ください。それが役に立たなかったら、自分に PM か、または自分のウェブサイトで自分との交流をスケジュールしてください。では早速参りましょう。自分のパッションを見つかるというのはあまりピンとこないですね。自分の心のままで行くというのはピンとこないですね。自分の why という、自分のどうして自分の志を見つけるというのはピンとこないですね。そのちょっと最初にみんな言いたいということは、こういうパッションとか、こういう心のままで行くというのは、これは固定数ではなくて可変数です。可変数です。つまりずっと変われるという可能性がある。この筋は、この普通の筋ではなくて、ずっと壊れる X みたいに Y みたいな Z みたいな可変数です。だからこれは自分が成長するにつけ、これもだんだん自然に変わる。でその自然に変わるからこそ、古いのやつを普通に置いといた方がいい。 Let it go みたいなやつで普通にやった方がいい。普通に置いといて次のやつに参りましょう。ではどうやって次のやつを見つけるかというと、アメリカの文化ではバケットリストというのをやつがある。これは自分がやりたい出来事、自分がやりたいことを、死ぬ前にやりたいことを書くこと。でそれを最初やってください。自分が死ぬ前にやりたいこと、これをすべてザザザザザって20個最低限に書いてください。それを書いたら、次はそうですね、こちらの動画でステータスエクササイズがちゃんと説明するので、こちらの動画を見てステータスエクササイズを分かったら、ステータスエクササイズに入って、でそこから自分の将来の自分をそのリストの中でどちらは一番の適切かって聞く。それを聞いたら戻って書き込む。すぐに記入する。それを書き込んだら、それを1回ショットしてください。つまりこれ1回ね、試してください。90日間をこれ試してください。どうして90日間かというと、90日間の間で新しいの習慣が生まれる。我々の頭脳の中でこうね、血管が新しくにフォーメーションするからこそ、これはね、ぜひやってみてください。もしそれをめんどくさいだったら、90日間後でまだこのね、習慣にならないというのパターンもたまにありますので、これは多分あなたとのね、当てはまらないから、次のやつをそのリストからに参りましょう。次のやつに参りましょうというのパターンがやったら、全然こう、自分のリストはいつでもアップデートができるから、自分のやりたいことをいつでもアップデートができるから、だからこれはね、自分がこうパッションを失ったというのもパターンもあるからこそ、これはね、悩んだりではなくて次のやつに進むべきだと思います。ではレシェプの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、どうやって失敗から復活するということですね。失敗は結構辛いですね。もしその動画本当に見たいなら、こちらのチャンネルに登録と通信バトンをお願いいたします。自分もシェアのケア、つまり配りは世話ということですね。友達にもシェアしてください。その動画はよかったら高評価もお願いいたします。こちらのチャンネルはだいたい自己啓発や
心理学を使って対人恐怖症、怠慢恐怖症対策をシェアしますチャンネルので、または Facebook マーケティングもシェアしますので、もしよかったらその RDF との2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。